こんにちは、チーフの三浦です。2月20日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は志村けんさんや橋本七海さん、藤田ニコルさんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。本日も新着物件と入っておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、ホームページツイートにもあります。はい、室内ストリートビュー物件を1件追加しました。また、忍野村芝草の物件が入ってきましたので見てみましょう。コートドソレイユという物件ですね。はい、こちら A 棟 B 棟がありまして、それぞれ2タイプありますので、全部で4つのタイプの間取りがあるんですけど、その中で唯一 1LDK、 他は 2DK とか 2LDK なんですけど、 1LDK タイプの物件が空き予定で出ました。これ希少、どれくらい希少かというと、もう空く前に決まってしまうので、そのタイプの物件だけまだ動画が撮れてないという、他の動画があるんですけどね。で、物件の詳細を見ていただくと出ておりますけれども、55,000円、4月の上旬から入居可能になっておりますけれども、先ほどお話した通り、この動画がないので、ここにも書いてありますね。同物件2階 2LDK タイプの動画等ありますので、設備等は一緒、中の雰囲気等ですね、周辺、イメージがかと思いますので、参考程度に見ていただければと思います。またですね、こちらの地域、忍野村なんですけど、富士吉田市川口湖も、大東建託の物件は今のところございません。忍野村物件が一部屋出ただけですので、よくスーモとかホームズとかですね、いろんな他のサイトもそうですけど、大東建託、まあ、同じような物件なんで、載ってればですね、おとり広告なんで皆さん注意してください。多分電話すると、あ、決まってますけど、似たような物件はこんなものがありますとかですね。ちょっと強引な営業をする会社もあるんで注意していただければと思います。はい、本日ご紹介させていただいた物件はこちら、その動画はこちらでクリックすると見ることができますので、気になった方チェックしてみてはいかがでしょうか。では本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。